にちは、 AKB48 ハルピョンこと橋本春奈です。やっほー。今日はめっちゃ食料持ってんだけど、今うちなんか、あ、とりあえずマッチ今日投資頑張った、終わり頑張り終わり、リハドリンク飲みます。ちょっとこの後もレッスンがあって、でもめっちゃ時間あるんですよ、空き時間から配信します。で、今日の今買ってきたご飯見てください。まず一つ目、日向翔陽の卵かけ風おむすび、卵かけご飯風おむすび、すいません間違えました。2つ目、月島系の柚子胡椒入りと塩、鶏塩担々スープ。3つ目、コズメ研磨の国産リンゴアップルパイ、めっちゃ配給尽くし。まあ中身はね、普通にただ卵かけ風ご飯風おむすびと担々スープとアップルパイなんですけど、せっかくね近くにファミマがあるということで、もう全部今日は配給尽くし。配給好きです。最近マジ最近ハマった人間なんですけど、本当に配給尽くしでございます。猫ま好きなんだ。映画やりますよね。あともう一個、マスカルポーネ入り、これはセブンです、すいません、マスカルポーネ入りクリーム仕様いちごサンドと鶏五目持ちすぎ。これは今日のなんていうんですか、差し入れじゃないけどご飯軽食って言われて用意されてたやつの中から選んだ。そう、嬉しい、いっぱいいっぱいご飯がある、嬉しい。でもちょっと賞味期限近いものから食べていくね。一番最初はこれだった。でも朝サンドイッチ食べて、さっきおにぎり1個、鶏そぼろおにぎり1個食べたので、今お腹空いてないんで、てか暖房壊れたのかな、なんか聞かないんだけど、え、昨日とかまで聞いてたのに誰暖房壊したのえ、昨日使えたのに今日使えないとかありますか、暖房寒い。まあいっか、いや温度設定低いとこじゃないです、ちゃんと普通に普通の温度。あ、そう、充電ささなきゃと思ったけど、とりあえず、ああと昨日買った昨日配給のステッカーをゲットするために買ったインゼリーも持ってる。やばすぎ。でもこれは賞味期限9月までだから、まだまだ。ビタミンとブドウ糖、なんかね点滅してんだよね。でも別にエラーって出てるわけじゃない、謎で。充電をしたい、マジで。食料大量、あとさっき差し入れでいただいたいちごミルクサンド、これは差し入れ、嬉しい、美味しそう。
も全部鏡獣とかじゃないんですよね。大丈夫。それはこれがこれとこれが明日まで。でこれが鏡獣。これ2月12まで。でこれ2月13まで。まだまだ。これ3月だし。全然余裕。寒い、暖房ないと無理。なんで壊れたの？いや、なんかね、とりあえずマッチを飲みたかったの。そう、だからいや、一回消してつけたんだけど変わんない、うん、聞いたよ、変わんなかった、諦める。今日の金曜ロードショー一緒に見たかった、うん、見れない。レッスン頑張ってる。フィルター掃除？いや、ないと思う、そんなのだ、冷房設定もしてない、もう私そんなバカじゃない。ハルピョン、そんなバカじゃない。みんな私のことバカだと思ってるかもしれないけど、ハルピョン、そんなバカじゃないよ。機械だって使えるよ。あ、 iPad のペン忘れてきた。最悪、バカだった最悪。フラグ回収。インスタ作ろう。あ、そうだ、今日肉の日だからさ。そうなんだよ、私なんか肉食べたいと思ったんだった。でも買っちゃった、いっぱい。でもまあ卵かけおむすびぐらい食べれるか。他はもう別の機会にしよう。肉食べたいええこんなに買ったのに肉食べたいって言ってんの、うちやばい。もうまあでもちょっと出かける気になったら、このレッスン場から出かける気になったら行きます。肉食べます。お、トップオンライブの衣装が届いた。了解、了解とか言って、了解。
今日さ、なんか、これめっちゃ欲しいなんか最近ハイキューのグッズのやつがめっちゃ出てくるんですよ。そう、グッズ情報がめっちゃ出てくるんですけど、ハイキューのヘアバンド、メンズって書いてあるけど別にレディースが使ったっていいじゃん。めっちゃ可愛い。これカラスノとネコマ、え、めっちゃ可愛い。アベイル、え、2月10日から明日から、え、アベールってどこにあんの？でも明日休みだからちょっと外出たくないえ、めっちゃ可愛くない？ヘアバンド、え、超可愛い。 T シャツとかもね、いいけどね、なんかドーンはちょっとあんまうち好きじゃないタイプの T シャツ、こういう系。で別にネックレスまでつけたいみたいな気持ちはないからこれかわいいこっちがカラスです、カラスの。でこっちがネコマ、ネコ。あ、どっか行っちゃった。富山にあるアベールはどこにあるか知ってるけど、東京にアベールなんてあるんですか？あー、ちょっと全然ないんだ。ここまで行けばある。ここどこ？川崎やん、東京ちゃうやんけへ東京ってアベイル全然ないんだ。大好きなのに、大好きなのにとか言って。え、東京ってないの？アベイル。島村はあるけど。へえ。あ、ここは西葛西店。東京都江戸川区、ギリギリ東京都。東京って、え、マジやばすぎん。アベールの数の多さだったら東京に勝てる。そんなとこで勝負してほしくない。あれ、さっきのツイートどこ行ったんだろう。ハイキューのグッズ情報みたいなツイート。びっくり。E31 うまそう。クレープ出る、で、クレープ出てる、美味しそう。
ちょっと間違えた。ちょっと眩しかったから。もう調べても出てこないからいいや。やめました。こんにちは。あ、全然コメント動かないと思ってたら下に行ってた。全マジでコメント動いてなかったんだよね今。なんでと思って。あ、みんな言ってくれてた。あ、ベイル初めて聞いた。西葛西あたりならあるよ。みんな言ってくれてた。全然全然コメント動かないの。なんかずっとみんなこんにちはから動かなくて、暇してたんだけどうち。ローソンの 47% 増量だ。唐揚げくん買ったじゃん。なんで知ってくれてないの。唐揚げくん買ったじゃんねえ。はあちゃんまだいるかな。はあちゃんに昨日の波動めっちゃ良かったって言いたいんだけど、ちょっと探してきていい。急にふと思い出した。ちょっと一瞬探してきていい。ちょ直接伝え、なんかさ、それで LINE すんのもちょっとあれじゃん。だからちょっと直接伝えてくるね。じゃもしか、あ、でも待って、はあちゃんこの後のレッスンいたっけな。この後のレッスンいるならこの後でいいんだよ別に。今すぐ行かなくてもいい。でもしかしたらもう今日いなくて帰ってるかもしれない、終わったと思って。この後のリハ黒。あ、いないわ。ちょっと一瞬探してくる。今レッスンしてた。くそ。残念でした。今レッスンしてた。悔しいです。てか本当に寒い。ヒートテック着ようかな。今行ってこいよ。すいません、本当に寒い。寒いのにマッチ飲んでんのもやばいけど、でもちょっと炭酸入れたくて。でも本当に寒い。だって寒いぼたた寒いぼすごい今全然見えないや。鳥肌。
焼酎。寒すぎ。マジで寒すぎ。エアコンなんか多分壊れてる。レッスンしてた。いや、このねビックリマンチョコが今ね配給やってるんですよ。そうでもさ、私さウェハース食べれないからさそうなの。え、マジウェハースだけもらってほしい、みんなに。ちょ、劇場にさ配給マンチョコのさあれ置いとくからさ、あの食べてそのシールだけ置いといてほしいうん、シールだけ置いといてほしい。え、だってさ、その私がさシール開けてさウェハース置いといたらさしけっちゃうじゃないですか。だからそうウェハースをその袋でいっぱい置いとくからチケットと交換どう？私にシールだけウェハース置いとくからみんなの食料一番ウェハース食べた人チェキいいよ。いや、なんかさメンバーに配るのもありなんだけど、なんかさやっぱさこうコンサート前だったりさドボンライブ前とかだからさ、なんかやっぱみんなのさこう体重管理とかしてるメンバーとかもさもしかしたらいるかもしれないじゃないですか。そんなメンバーにさ「えでもお願い食べて」みたいな、うざいじゃん後輩とかだったら「えわあはい」断れずかわいそうになっちゃうから。ドボンのメンバーに配ってみんなに太ってもらって私が一番細いみたいなのを作る。最低女マジ最低女物理的に最低女すぎるマジで（笑）えぐすぎ。だってそれこそドボンでさ卒業発表してるメンバーとかも何人もいるじゃないですか。そういうメンバードレス着れるようにさ綺麗になりたいって思ってさ、せっかくダイエットしてんのにウェハース最低すぎる。そんなメンバーが1位のライブ私参加したくない。ちょっと
の時間にどれだけあれあげれるかな。行ってみたりする AKB コラボの時つらかった。もうだって食べれないって分かってるから、もう私はもういいやって思ってました。八王子、あ、だから23区は1個なんだ、やば、おもろ。富山はちなみに、あ、3つしかない。アベール東京の方が多かった、23区外も合わせたら。くら寿司行きたい。くら寿司行きたい。あ、そうで、さっき言おうとした話なんですけど、その駅のところのアコに、何でしたっけ、あ、ドボンライブのみんな打ち上げくら寿司で2500円ごとにクリアファイル1枚もらえるかな。みんな2500円ごとにドボンライブの打ち上げみんなくら寿司で、じゃあビッグラポンありがとう。最低すぎる。みんなビッグラポン回しといて。横浜のくら寿司ある？横浜にくら寿司わかんない。ゼップ KT、 ゼップ横浜の近くのくら寿司。おいしいね。もう一回銚子丸さん、もう一回来てくれないかな、握手会に。おいしかったホタテ。ヒロアカのグッズ、いや、ヒロアカのグッズも欲しいです。でも、じゃあなんて言うんですか、その今私がこう言ってるやつは全部ご飯食べたらついてくるよとかじゃないですか。まあちょっとあのヘアバンドは別として、これもご飯じゃん言うたら。そう、まあ別にフィルム取っとは置かないけど、ご飯食べたらついてくる余計だから、もうせこい女ですよ。自分でグッズを買おうとはせず、たまたまラッキーゲットっていうグッズだけ集め、せこい女ですよ本当に。そう、おまけ、おまけ欲しい。おまけ欲しい女。いいタイミングでコラボ、いや、というか私がその映画始まるみたいな話を聞いたんですよ。そう、あれもそう、アーニャもそう、映画やるみたいな聞いたから、せっかくなら見たことないし見ようと思って見たけど、映画行ってない、アーニャ。うん、いつかフールかどっかに入ること祈っとる。やばすぎ。映画始まるっていうのを聞いて、ヒロアカも新シーズン始まるっていうのを聞いて、そう、じゃあ見るかみたいな気持ち。そうだから、あの何でしたっけ、バスケのやつ、スラムダンクもあのタイミングだったんだよね。そう、映画が始まる、映画やるってタイミングで見ようとは思ったんだけど、
ちょっと絵が古すぎてついていけなかったんだよね。そうなの、申し訳ない。絵が古すぎて1話目を見れなかった。いつかは見たいです。でも最近はテニスの王子様見てます。テニスの王子様は私もともとテニスプレイヤーだった、テニスプレイヤーとかなんかプロっぽく聞こえるんですけど、あの部活テニス部だったので、そう見たことはあったんですよ。そう見たことあるし、私は菊丸くんのあの熊野大五郎推しでした。これマジで通じる人にしか通じない、熊野大五郎が好きだったんです私。そうでもハルピョンの顔の好みは菊丸くんとか越前龍馬くんタイプかな、うちの顔の好み。やばすぎ。そういや熊野大五郎調べて、可愛いからマジで。越前龍馬マジイケメン、好きなタイプの顔、ああいう系統です私の好み。はい、え待って違う、そうじゃなくて、私ずっとしたい話あんのに、その駅のところにガチャガチャがあって、そうでそのガチャガチャを回したいって思ったんですよ昨日。昨日見た時に回したいこのガチャガチャと思って、明日、えでもすごい悩んだの、その配給のガチャガチャなんですけど、まあでも一回だけ回したいみたいな気持ち、回してみたいみたいな、なんか久しぶりにガチャガチャやりたい精神だったんですよ。待って歯になんか詰まってる、あ気のせいだった。そうなんか久々にガチャガチャやりたい精神の気持ちだったので、そしたらたまたまそれ見てたらなんか配給があったから、絶対明日回そうと思って、明日の朝レッスン行く前に回そうと思って、したら今日今日寝坊はしてないんだよ。でも気づいたらなんか何度寝もして、気づいたら家出る6分前で、マジやばすぎってなって。そうなんか最後に目覚めたのが家出る6分前で、マジやばすぎってなって、とりあえず歯磨いて着替えて、やばいやばいやばいって、まあその余裕持って、余裕持った見た目の家出る6分前だから、まあ最悪なんていうの、その集合時間の10分前ぐらいには行きたいみたいな気持ちだったんですけど、それができなかったって感じ。そうだからまあ本当にです、そのなんていうの、始まる始まる2分前ぐらいに着いたレッスン場。だから全然間に合いはしましたよ、そのレッスン自体には間に合いはしたんだけど、でもそうだからガチャガチャなんて回してる時間なかった。大五郎調べてみたらでかすぎて、えそうです熊野大五郎鬼でか、そう滑り込みセーフって感じ。ガチギリギリ、ガチギリギリだった。
でも別に遅れてるわけじゃないんで、遅れてはない、大丈夫。こんにちは。なんて調べたの？熊野大五郎でかすぎって言ってるけど、なんて調べたの？みんな配給の推しはツッキー。でもみんな好き、みんな好きだったけど、みんな好きだった、みんな好きだけど、好きなタイプはツッキー系ですね。ツッキーのあのなんかツンデレな感じが可愛い。ツッキーはこの人です。この人推し。これめっちゃ美味しそう。でも配給、配給の中で顔のタイプは誰だろう。ちょっといないかも。あ、菅さん好きそうだなって思うと思う。菅さん。ちなみに熊野大五郎はこんなにでかい、こんなにでかい。これ普通にあの中学生です。中学3年生こんなにでかい熊野大五郎。配給、配給すが、こちらですね。系統が分かりやすくて良い越前、越前、そのさっき言ってたテニプリ、テニスの王子様だと越前龍馬くんが好きなんですけど、ちょっと Wi-Fi が、 Wi-Fi 環境悪すぎ、ワロタで全然つながってない、インターネットつながってくれない。そう、でも Hulu で見てるんですけど、なんか配給の話ね、今 Hulu で見てたら、そのあれなんですよね、Hulu で見てたら配給のなんか舞台、 2.5 次元舞台みたいなやってて、そこにその私が昔見てたあのオーディション番組系の俳優さんたち
かオーディション番組みたいなのして、そのみんなでその舞台作るみたいなやつに出てた人が出てて、おおみたいな、この人知ってるわってなってた。知ってる人が出てるとなんかちょっとおもろいよね、舞台。こんちゃん、あやべ、マッチ倒した、最悪。ちょっとあ、マッチ蓋閉まってたから大丈夫、安心して。ペットボトルのここにマスクかけちゃうんだよね。肉食べたい、肉食べよう。肉安そう、肉の日だから今日なってないかな。2月15は家に行ってくださると嬉しいかなって気持ち。みんな夜家にいて、違う、肉を今調べようと思った。肉を調べ、やばすぎ。肉を調べようと思って今から肉を調べる。肉今日スーパー安そう、安いんじゃない？肉。でも早く行かないと売り切れてそう。キョンの肉はうまかった、マジで。本当にうまかった。みんなにも食べてほしい。
でも焼くしか思いか、だって焼かないと食べれないじゃん。焼くが正解だよ。他何あるの？肉食べよう、絶対うまそう。今日の夜は肉で決まり。冷しゃぶサラダ美味しそう。茹でる。しゃぶしゃぶ、ビッグマック、ビッグマックは食べれない、お腹いっぱいになっちゃう。ハルピョン肉でポストする、やめて。うちの肉だと思われる、怖いわ。うちの肉だと思われる。食べてほしいけど、マジでもうここら辺の肉とかもうそぎ落として食べてほしい。あげる。あげたいよ。どこが美味しい？お尻の肉とか絶対うまいよ。うちいい脂乗ってると思う。絶対に絶対にいい脂乗ってると思う。アルピオンはたくさん食べてるイメージだけど、どうやってスタイルを維持しているんですか？いや本当にたくさん食べてます。体重全然測ってない。やばい、怖い、太ってそう。でも本当に何だろう、ストレスが一番太る原因だと私は信じているので。でも基本なんか食べる時は食べるけど、お菓子とかはあんま食べない気がする。まあこんだけね、いちごサンドとかあるけど、その本当差し入れぐらいかな、差し入れでいただいたものぐらいかな、基本的にお菓子食べるの。私 AKB で一番太、 AKB で一番太ってたっていうか、まあ、普通に人生で一番デブだった時期はデブだった高校3年生ですね。初めて大台に乗るかと思った。人生で私今まで乗ったことないんですよ。そう、初めて40行くかと思った。マジ恐怖だったあの瞬間。恐怖だった本当に。でも身長が身長なんで、そう高3が一番、そのお仕事自体もなんか極力こう大学のあれにシフトしてるって感じだったので、レッスンとかも仕事自体もなかなかやってなかった時期っていうのもあったりとかして、それでストレスどか食い、お菓子どか食いみたいな時期だったので。はい、そうですね。でも全然食べたい時に食べるって気持ちかな。
160ないからうち身長150だから身長私、うん、そう、ピョンピョン最初に知った時は160、いやうち160だとしたらさマジ AKB 仰天とか、 AKB で一番下尾とか仰天とかそこら辺180ぐらいあるんじゃない、うん、うちが160だった時よ、周りもっと身長高いからねおもろすぎる、これ一個も食べないかも。でも卵かけご飯は絶対に食べる。今日までだから賞味期限。他は別に今日じゃなくてもいい。肉だ肉。今日食べるべきものは肉だ。肉を食え肉を。みんな肉を食え。親子丼食べたい。大好き。セブンイレブンの親子丼。何の動き？鼻を伸縮させる動き。本当はね今日みずみんとしゃぶしゃぶ行く予定だったんですけどね、このあとレッスンが入っちゃって行けなくなっちゃったの。ごめんみずみん、いつか行きたいマジで絶対。せっかく行くならもうさこのあとのこと考えなくてもいい気持ちで行きたいじゃないですか。しゃぶしゃぶ行きたい。え、マジやばすぎ、うち。あ、これ見て、ヒーノ、いや今日本当は迷ったんですよ。ドボンのあのチーム B だけがもらったドボンのパーカー着るかめっちゃ迷ったんですけど、でも今日は今日じゃなくてそれは本番の日に着ようと思って、そう、せっかくねドボンライブなんだからと思ったんですけど、本番の日に着ようと思って今日はこれで着ました。
パワーパフガール、これもらったのファンの方に。かわいいでしょ。バレンタインが近くなるとピョンちゃんのシルスマリオ、何シルスマリオって初めて聞いた。ハルピョンターン推しを誇りに嬉しい、誇り、誇ってください。何時までしよう。でも肉食べたいから肉食べてまた終わった後なんかね、ほんと時間あるんだよね、この今の時間。あ、シルスマリオって言ってんのあれ。上司にあげるなんちゃらチョコいかがですか。シルスマリオって言ってんな。適当に言ってたわうちあれハゲの品格なんて言ってたっけ、もう忘れちゃった。調べたら出てくるかな。ハゲの品格チョコレートセリフ。シルスマリアだって。思いは形にしないと届きません。2月14日は1年に一度のチャンスです。ひとたび口にすればたちまち虜になるシルスマリアのチョコレートを贈れば、愛する人があなたの虜になることでしょう。愛の形は様々です。上司や同僚に渡す義理チョコ、友達に渡す友チョコ、人生いろいろだった人に送る島倉千代子。さあシルスマリアのチョコレートはいかがですか。数量限定です。これ大好き。派遣の品格めっちゃ見てた。うちなんか3回ぐらい見てるトータル。そう、1回目は一番最初に初めて見たのはパパが見てたんですよ。そう、パパが DVD かなんか見てて、それを見てめっちゃおもろいやんってなってでちゃんと見たのがなんかテレビで再放送みたいなやってた時にちゃんと見たんですよ。で普通におもろいやんってなって、で派遣の変革がそのなんかまたドラマになるみたいなあったじゃないですか、戻ってきたみたいな。あの時にも一回見た、最初からシーズン1から見て、で戻ってきたやつもちゃんと見た。だから派遣の変革大好き。お前春子大好き。腹が減っては派遣はできぬ、今日のランチは美味しくてたまらんち。 S&F の派遣弁当はいかがでしょう。派遣さん1000人が選んだベスト20のおかずから3種類選んでいただいて、お値段はなんと500円。契約更新が近づいてイライラするあなたにはカルシウム満点の豆腐ハンバーグ弁当、健康志向のあなたには玄米弁当、ミスをして落ち込んだ時にはどんまい弁当、タイに行きたい時にはチェンマイ弁当、創立80周年の S&F が真心込めてお送りする派遣弁当、数量限定。
大好き。これ通じる人いんのかな絶対まず通じるメンバーはいないんだろうね普通に。めっちゃエモい。エモいよな、エモいよな。世代じゃないもん、うちだって。だって世代じゃないもん本当は。パパが見てたから見ただけであって。そう、ひよこ性別判定士の大前春子ですみたいな、あれ好きだった。やばい、最近マジドラマ終えてなさすぎ。アニメばっか見てる。アニメとフリVばっか見てる。フリVはいいんだよ。アニメはアニメは今じゃなくてもよくないかい。このもじゃもじゃゆきりんさんのがグッズになってる。いや缶バッジ回すか迷ったんだよね。めっちゃキリンさんのソロツアーがグッズ。え、かわいい。何この靴。ナイキのバレンタインシューズだって。めっちゃかわいいやん。でもこんなんてさ絶対3万とかするよね。めっちゃ高い。かわいい、かわいい。え、なんか音出ない。なんで？音出ない。ツイッターバグってる。え、なんかさメンバーとかがさめっちゃさすっごい高い高いシューズ履いてるの見たらすげえって思う。高いシューズっていうか調べないですよ。でもなんか例えばすごいブランド物のシューズとか、ほうかっけーってなる。19,500円、高っ。靴に2万も出せない。うち片足10,000円。え、アベール行ったら3,000円で売ってる。両足3,000円で売ってる。3,000円もしない絶対。もっと安く売ってる。すごい、片足10,000。やばすぎやろ
すごい1時間しか配信してないのにめっちゃ8300人も盛り上がってる。なんでだろう、こんな時間なのに。みんなコメントいっぱいしてくれてんのかな、ありがとう。優しい、優しくてありがとう。とっとうとうさん、ロリポップありがとう。昼休憩、え、なんか遅ない？昼休憩、肉食べた？肉行こう、肉、みんな肉食べていこう。おー、びっくり、めっちゃ大きな音。私何時からリハ？あー、絶妙な時間ですね。混ぜそばいいね。昨日食べた混ぜそば、昨日混ぜそばだったんですけど微妙だった微妙だった、美味しさ。うん、混ぜそば専門店とか行きたい。スーパーのなんか混ぜそばみたいなやつ、微妙だった。どうしよう。4時半ぐらいになったら配信終わって、混ぜそば、混ぜそばじゃないや、肉食べに行こうかな。だってさ、なんかさ、5時6時7時とか人多そうじゃない？人多いの嫌だから人多いの嫌だから食べこではないんだよね今。何アイドルタイムって。中休みのことアイドルタイムっていうの、おもろおもろ、使おう。どっかご飯行こう。え、なんか今この、え、ここ行きたい。え、ここ今アイドルタイムらしいよ。使おう。4時半。これ、冷蔵庫入れとこう。え、入れなくていいよね。え、これも冷蔵庫？もしや。あ、これも冷蔵庫だ。忘れないようにしなきゃ。あとは冷蔵庫入れなくて良さそうなので。袋に。あ、待って、写真だけ撮りたい。ハイキューちゃん。
ゆきゆちゃんのご飯写真だけ撮りたい。お、なんかポーンって言った。何かして立たせたいんだけど、お、いいね。オッケー、写真撮った。これは冷蔵庫。お、ぽよぽよぽよ。あ、お話し会の最終受付ですよって AKB の公式オフィシャルショップ X からなんか来た。5月25の4 6000? マジ?すごいやん。ありがとう。売り切れ?誕生日、誕生日暇じゃないの嬉しい、ね、せっかくハルピョン誕生日みんなのために開けてるんだからみんな誕生日祝ってよ。ね、待ってるよ。まだ推しの誕生日は祝いたいもんじゃん。一人でも多くの方におめでとうって言っていただけるのが頼む。あ、待って、なんかおもろそうな、え、なんでツイッターさ、ツイッターなんかイヤホン繋がってる?いや、そんなことないよね。なんか音聞こえないんだけど。え、うちだけ?ツイッターバグってない?気のせい?ちょ、アップデートし、Wi-Fi 問題かな?ツイッターの動画音聞こえないんだけど。うちだけかな?ツイッターアップデートしてみよう。旧ツイッターって書くならもうツイッターでいいやんね。あ、そう、ももちゃんの卒業公演のメンバーがもう出たっぽい。出演します。でもまあ私前々言ったと思うんですけれども、私は本当ももちゃんのファンの方に入ってほしいなって思うので、まあね、オンデマではあんまもしかしたら映んないかもしんないっていうか、まあ多分映んないけどさ、まあでも、あ、ダメだ、やっぱ
音流れない。いや、これだけ。これだけ流れない。これだけっていうか、これも流れない。他のも流れない。他の動画。私が抱っこしてるから。すいません、朝ドラの公式ツイッター見ちゃった。すいません、流れる。じゃああの動画音ないのか、音ないのかな。じゃあいいや、じゃあいいや。ごめん、爆音で赤ちゃん泣いてる音流しちゃった。ごめん。朝ドラの予告の映像を流してしまいました。すいません。いや、これを見たかったの。天下一波動会ベストプレイ集5000見たくてさ。うわ、すごい強い、ゆりさん。いた。おー、すごいすごい、まほちゃんめっちゃ綺麗に避けてる。おー、すいません、2倍速で見てます。いやでもマジで昨日の試合は結構私の中では本当にいい試合だったと思う。さんもね、シールド貼るのめっちゃうまいんですよね。波動の2倍速ごめん、波動2倍速で見てる。しかもさ、ちゃんとさ、すごいな。そう、あれであれしてる、なんか映像倉庫でなんか載ってるんで、ぜひ皆さん見てみてください。すごいクリティカル。やばい、もうなんか一生ゆいりさんからボール出ていくやん。すごすぎ、すごすぎ。一生ゆいりさんからボール出てってたんだけど、今めっちゃおもろい今の試合。うわ、いいタイミングでエリコちゃん張ったな今。すごい、うまっ。え、え、めっちゃうまい、エリコちゃんのシールドのタイミング、やばい。やっぱ17期うまいわ。あれ、エリコちゃんってポッケムリ一緒だったよね。うわ、一緒に やってみたい。めっちゃシールド貼るのうまい、タイミングがうまい。私とはそのシールドの貼り方が違うんですけど、
そう、シールドの貼り方は私とは違うんですけど、シールドの貼るタイミングがめっちゃうまいです。あ、でも攻撃もできるタイプなんだこの子。ゆずかちゃんもうまい。やっぱシールド、楽しいシールド貼ってる人うまいの見るの。てかなんかやっぱ自分がシールドプレイヤーだからこそシールドの貼り方で見ちゃう。うまいなとか。あ、待って、お腹空いてきた、肉だ肉急に。え、見てほしい、みんなにもこの映像。そうこう、全然2倍速とかで全然いい。マジおもろい。いや、馬ホテホテ避けんのもうまいんだな。山部さんがめっちゃ頑張ってる。これどうやってこのシールド貼ったの？この変な変なとか言っちゃった。この2枚、なんか変に貼られてる2枚。このシールドどうやって貼ったの？めっちゃおもろいこの貼り方。でもなんか変だけど、変だけどめっちゃおもろい。いやマジうまいな。ホテホテの当てる能力がほんとすごいのかな。面白いです。ぜひ皆さんも映像倉庫さんで見てください。この波動、今波動熱高め。うちシューティングゲームやってんだ。へえ、そりゃうまそうだわ。山部さんがめっちゃ頑張って実況してるそうです、2倍速で、すいません、山部さんに2倍で話してもらって本当申し訳ない。すごいな。山部さんは波動うまいんじゃない？さすがに山部さんが波動をちゃんとやってるとこあんま見たことないかも。でも確かに。
こんにちは。あれ言ったっけ、あれしますってももちゃんの言ったわ。ももちゃんの卒業公演出るんですけれども、ぜひあのももちゃんのファンの皆さん頑張って当ててください。なんか茂木さんの卒業公演の時になんかすごい茂木さんのファンの方のツイートがめっちゃ流れてきてなんか本当に当たった人が本当に嬉しそうだったの、そのツイートが、当たった人のそのツイートが本当に嬉しそうで、なんかこんなにもなんか推しの公演が当たってこんな喜ぶんだと思って、まあそりゃそうだけど、そりゃそうなんだろうけど、こんな喜ぶんだってぐらい喜んでて、それが本当になんかすごいなって思って、だからこそ本当に推しメンの卒業を公演にはそのファンの方に入ってほしいっていう私の願いがあるので、眠い前も言ったけど本当になんかそれこそ遠洋漁業で働いてるんですみたいな3ヶ月に1回4ヶ月に1回の休みがその日でみたいな人はもうまあまあまあみたいな感じですけど、うん、でもまあ本当ももちゃんのファンの方が一人でも多く公演当たってくれることを私は祈ってっていう気持ちで生きていきます。遠洋漁業の人はしょうがない、もう、うん、もうしょうがない。お腹すいたよ。ペコ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 お腹ペコペコお腹ペコ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 。でも半まで配信するって言っちゃったから。お腹ペコペコ。半になったらやめろよ。でもご飯食べた後 もしかしたら戻ってきてまた配信するかもしんない。もしかしたら戻ってきてて、普通に戻ってはくるんだけどレッスンあるから、戻ってきてまた配信するかもしれない。一応場所は取ってある。おなかペコペコ。でもあれ知らないや、やばいかも、あれ見てない。今日のレッスンのフリブイ、あー、いける、いけるいけるいける、大丈夫、始まった、いける、丸一応フリー V 見るけど、いけるって、アンパンマンの変顔。
変顔してって言われたらこれしよう。アンパンマンの変顔ができます。意外と結構ちゃんとしてない？ちゃんとやばいよね。あんま可愛くない、はい、いいだよ。そんな可愛い可愛いもんじゃない。老若男女わかる、変顔だし。でも難点は、あ、でも1個でできるかな、無理だ、片手じゃ無理だ。両手じゃないとできないから。難点、難点そこ、両手じゃなきゃできない。アイフタで披露？絶対やんないし。やると思ってんのか。怖怖いよ、ハルピョン、ハルピョン怖い。絶対やらないよ。でも分かればよろしい。分かればよろしい。あー、お腹すいた。お腹ペコペコ、お腹ペコペコ、ペペペペね、え、行っていい？あ、25分だ。よし、ランキング読もう。お腹空いてんねん。こっちは、こっちはお腹空いてんねん。見る放送が1日しか、ん？アンパンマンの話？見る放送が1日しかない。ランキング読みます。1位一条寺ひかるさん、2位直吉さん、3位マジさん、4位イマジュンさん、5位マックメックさん、6位トラックヤロアさん、あとゴリさん、7位、9時の大悟さん、8位がの藤丸さん。どういうこと？もういいか。9位ナーニャ、神吉さん、10位袴腰1163さん、11位クロケンさん、12位山内さん、13位エリーちゃん大好きさん、ありがとうございます。ということでありがとうございました。なん、肉を食べます。肉を食らう橋本。
ご飯食べて、もしかしたらやるかもしれないし、やらないかもしれないし、わかりません。でもご飯食べた後の時間にもよるかな。でもとりあえず肉食べたいの。なんで行ってきます。カツとかにしようかな。行ってきます。あ、はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで1479盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身春ぴょんこと橋本太郎でした。肉行ってくる。またまたね、ありがとう。